はい、今日はね、ワクワクなメンツがね、集まりに集まってますので、このメンバーがね、なんだか、もう、なかったような組み合わせですけど、なんか、ここで見たら結構絡んだことあるなって感じですけど、なんでこういうメンバーになったのか、みたいな。ね、なんでなんだろう、このあるのか、何かそういう理由があるのか、こいつら合わせたらおもろいんじゃね的なあれ。あ、化学反応期待されて、ちょっと頑張って化学反応起こしていきましょう。気にするよね。朝までほぼ正解とは、〇〇で始まる何々のものといえばというお題に対して正解をみんなで決めちゃおうという企画です。最初のお題こちら。へで始まる忘れがちなものといえば、あ、これもうこれしかない。そんな一瞬、これあんま書きたくないけどな。私もあんまり撮った。あ、じゃあそういうことはさ、違うのか。2人にシナジーがある、分かりましたよ。一緒メンツで一斉のです、聞いてくださいよ。デビル、いっせーので、エンジン。やっぱり、あ、編集、あー、なるほど。なるほどね。あー、うん、見て、自分記録つけて忘れたパターン。どうこわ、へそくり。へそくり、そうじゃないですか。どう一緒だと思ったんだよ。いや、へそくりは忘れないだろう。で、僕部屋にお金めっちゃ…やばいよそれ。怖い怖い。え、じゃあ残ったのって部屋の時だけ？部屋の鍵のかけ忘れ。あーあーあーある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 よね。あるある。だいたいこれ変身でいいかもしれませんね。うん、変身かなって思う。ゆうきでもね、銭湯忘れがちなイメージないけどね。店長はあまり忘れませんが、確かに忘れがちなのが変身的思考だよなっていう。ちょっと私は違うけどみたいにやめなさいよ。へって始まる忘れがちなもの。正解は変身。はい、では次参ります。ねで始まる美味しい食べ物といえば、ねか、ね、これしか思いつかないんだ。あー、多分一緒ですね、多分みんな一緒なんじゃない。これここちょっと一斉ので言ってもみますか。やってみようか。いいですね、うん、さあ、いきますよ、はい、一斉ので、ネギトロ丼。私はネギトロ丼、うん、あ、一緒だ。あ、赤ネギトロ、ネギトロ。 あれじゃあアクアは、え、私ね、ねるねるねるね。僕と同じです、赤先輩。ああ、ちょ、何かっかりしてるじゃん。喜んでください。ねるねるねる、僕も選びましたよ。ねるねるねるね、違う。ネギトロネギトロだよね、ごめんごめん、間違えた。喜んでよ。あ、店長、ネギなんですけど、ね、ネギトロ丼みたいなもんだから、うん、そこ一緒。でもみんな同じといえば同じ、うん、ネギトロ丼違うでしょ。基本的にね、ネギにまとまる。私だけ。じゃあ、まあでも我々の当位としてはネギトロ丼ということでいいですかね。ネギネギネギネでいいんじゃない。なんだネギネギネギネ。ないから、ない食べ物を作るな。ねで始まる美味しい食べ物、正解はネギトロ丼。では次行きたいと思います。すで始まるホロライブメンバーの特徴といえば、特徴ですね。なんだ、全く浮かばない今。え、メンバー全体を見て大体ほぼ共通しているであろうみたいなことじゃないですか。とは言ってもいいですか、うん、あ、とわさんどうぞ。スギャック。あ、スギャック。先輩の虐待ね。あ、そういうことね。みんなスギャクしてるっていう、我々の特徴されてもね。だってかなちゃんとかがスギャクしてるの見たことないですよ、先生。確かにない。ロボットさん、お願いします。なんでなんで、寿司好きなこと寿司って、そういう意味ね。そういうことだ。店長それ近くて、ロボコ先輩と。おー、すっこれるにしました。うまい。これ全員共通であるなと思いましたので、あるね、こちら。私は、あの、スタートボタン
コロライブのマークってスタートボタンかなって再生ボタンっていうか僕もいいですか、うんうん、いいですか、うん、スイカ好きんあれあれアクア先輩はね何書かれたのかななんで私これこの後にちょっと回答するのちょっとやりづらいんですけど、はい、なんかすごい面白い女どうますのこれどれどうそうですねほらえみんななんどう思いましたスコレルどうねスコレルどうスコレルも好きだよあ確かに、うん、スコレルいいと思うあいいっすかすで始まるホロライブメンバーの特徴正解はスコレルゾで始まるあると便利なものといえばあこれはねもうわかりましたこれはバナ直感や直感ロボコ先輩とか言ってみますたら嬉しいになっちゃうのかもしれないけどおーなんだろううんなんだ増援増援増援待ってすごい嬉しいなんか戦場にいる前提みたいな感じで増援増援を要請するその増援なんだろう出そっかなゾーンあーマリンゾーンみたいなあ、そう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 みたいなそう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 ゾーン、ゾーンがあれば強いっすよ覚醒的なゾーンではなくえ、手塚ゾーン的な方のゾーンですねあー、なるほどね、なるほどねなるほどねえ、赤先輩もしかして一緒あ、全然違うそんな赤先輩は何ですかゾゾタウンこれダメかなこれダメかないや、めちゃめちゃ便利フレアお願いしますえー象印の掃除機象印いこうかなはい、お願いしますでも、パッてもう最初に浮かんだ言葉です、うん、これは、はい、冒険ですねこれあ最初に浮かんだかもしれん、でもわかるわかる雑巾って便利ですねありがとうございますこれでまあ雑巾もいらないよね、うん、そうですね、今完成したこれデッキ完成カナタで、カナタは何ですか何なのカナタちゃんそれは赤はですね、あの雑巾次行きましょう、次行きましょう反則しなくて大丈夫ですか自分のボロ雑巾について僕の T シャツは雑巾じゃないですからちょっといやじゃあどれかちょっと僕ゾゾタウン押したいですねゾゾタウン刺さりましたねそうですね我々は基本的に外に出ない生き物ですからねじゃあ決めちゃえゾゾタウン行こうありがとうございますゾゾタウンでゾで始まるあると便利なもの正解はゾゾタウンそれでは最後のお題いきますおで始まるいつか行ってみたい場所といえば一回行ってみたい人に見たいおか行ってみたい場所行きますうんお月様あーあお小闇だから月が好きなんだよあと小闇だからねそういうことだねじゃあもうめっちゃ現実に戻しちゃうけど僕言っていい、うん、オークション会場オークション会場確かに行ってみたさはある、うん、行ってみたい感じはします、ね、はいはいってすごいやりたいちょっとえじゃあちょっとそっからちょっと非現実にまた戻してもいいお菓子の国あ、かわいいえ、じゃあさらにあの現実にめちゃくちゃ現実に戻してみえ、沖縄過去バーチャルだけど海沖縄沖縄めっちゃそれはめちゃめちゃ現実ガチ現実じゃん店長はじゃあその中間地点を行くところで美味しいものいっぱいのとこざっくりしてんな美味しい同じじゃかんねそれバカにしてんけど同じよじゃああとはもうかなたんだけはい僕も夢とね現実の狭間って感じで大きなホロライブハウス、うん、あーちょっとしましたいやこれはちょっとホロライブとしての回答としてはなんかそれが一番ね、うん、合ってるねそうだねおで始まるいつか行ってみたい場所正解は大きなホロライブハウスさてここまでお送りしました朝までほぼ正解ホロライブ公式チャンネルではこの他にも生放送だったり 3D アニメホロのグラフィティ略してホログラも更新中ですのでチャンネル登録高評価あよろしくお願いします